5月12日チームに手をつなぎながら公演終わりました。というわけで今日の2分半映像はですね、私木本かのんが担当させていただいたんですけれども、まあ今巷で噂の一人49というのをやらせていただきまして、まあでもそうですね、今までにない49が出来上がったんじゃないかなと。こうやって今回浦山実くん役をやらせていただけて本当に嬉しいなと思いました。というわけでまあそうですね、一人49第1弾ということで、皆さん覚悟を決めて見てください。どうぞ。全国高校野球選手権西東京大会、この明治神宮球場は異様な空気に包まれています。延長13回以下、琴葉高校はこの回の表に1点を返し3対2の逆転。マウンドの浦山実はここまでになんと180球を投げています。ずーっとーしまってこうぜ。今度は 2-3、 この1球に琴葉高校の甲子園出場がかかっています。あと1球で甲子園出場の夢が持ってくれよ俺の肘。甲子園出場の夢が持ってくれよ俺の顎。